ソニーモバイルコミュニケーションズエクスペリア SO-01C アークフォルムドコモスマートフォンエクスペリアアーク SO-01C は Google の Android OS 2.3を採用したソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズ製のフラッグシップスマートフォンで NTT ドコモの第3世代動通信システム端末である。同じくドコモより販売された エクスペリア X10 の後継機種である。ドコモスマートフォンの一つ。ハイエンドモデルでありながら世界最薄の 8.7mm を達成し、2011年第1四半期から国際戦略端末として日曜前で順次発売された。アークという名前の通り本体の弧を描いたデザインが特徴的で、見た目の美しさだけではなく、より手に馴染みやすいようになっている。 ディスプレイにはブラビアにも採用されているクリアブラックパネルを採用し光の乱反射と拡散を低減させているため大きな視野角を持っている。またコントラスト向上技術と輪郭強調技術を組み合わせたモバイルブラビアエンジンを搭載しているため動画や写真などのくっきりと鮮やかな表現を可能にしている。カメラには 新開発の利面照射型 CMOS センサー、XMAR-R4 モービレを搭載し、従来の表面照射型に比べて、高感度、低ノイズを実現した。また、上記のモバイルブラビアエンジンとの組み合わせにより、より自然な映像美を実現している。日本で発売される、スマートフォンとしては初めて Android OS 2.3を採用しており、 従来と比べアプリケーション処理速度が向上し、スムーズな動作を実現している。専用の電池パック SO05 は、海外の BA750 にドコモ型番のシールを貼り付けたものである。当機種に付属する AC アダプタケーブル SO02 は、SO-01B に付属する AC アダプタケーブル SO01 と比較し、出力がややアップされ、 コネクタ部分が L 字型に変更されている。なお、海外版アークでは Android 4.0のバージョンアップが行われた。国内版である本機種も Android 4.0のバージョンアップが検討されていたがメモリ不足の可能性があるため見送られた。メールは通常の Android 端末と同様 Gmail、POP、imap メールのほか NTT ドコモのキャリアメールである SP モードメールが利用できる。ブラウザは Android 標準のブラウザが搭載されており、フラッシュプレイヤー10.1がプリインストールされており、PC とほぼ同様の動きのあるサイトなども利用することができる。Xperia と同様に m i x i や Twitter、メール、初着信履歴などのパネルを統合して表示するタイムスケープが 標準で搭載されている。アドレス帳に写真を登録しておけばその写真がパネルに表示される。また本端末ではタイムスケープウィジェットでもタイムラインをスクロールすることができる。ミュージックプレイヤー再生中にインフィニットボタンを押すと、再生中の楽曲の YouTube 上の関連情報に素早くアクセスできたり、電話帳と SNS の連携などが図れる。 ここでは本端末に関連する機能やアプリケーションを記述する。詳しくは Android OS を参照のこと。Android マーケットからは20万を超えるアプリケーションをダウンロードし利用することができる。ラージバッテリーオート GPS 対応2011年7月6日に以下の機能を追加するアップデートが実施された。OS が Android 2.33に ビルド番号が 3.01f0.126 となる。機能アップデートプリインストールアプリケーションの追加2011年11月7日に以下の機能を追加するアップデートが実施された。OS が Android 2.34にビルド番号が 4.01c1.9 となる。2012年3月28日に以下の不具合を修正するアップデートが実施された。 ビルド番号が 4.01c1.21 となる。2012年8月21日に以下の不具合を修正するアップデートが実施された。ビルド番号が 4.01c1.24 となる。アップデート後に本体が正常に起動しない恐れがあるとして一時アップデートは中断され、工術の更新の開始に合わせて再開された。 一時中止されていた前述同年8月21日発表分のアップデートが再開され、さらに軽微な仕様変更が実施されている。ビルド番号は 4.01c1.31 となる。ありがとうございます。